皆さんおはようございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日はですね、非常にラフな格好で、登場させていただいてます。先ほどまで少し力仕事をやっておりました。今ですね、事務所の中ですね、実は、この画面にはですね、そう映ってないですけども、大きなですね、段ボールの箱がですね、1、2、3、4、5、6個ぐらいあるんですね。で、その中には実はこれが入ってます。地域密着ビジネス繁盛会の月刊誌、商いはカドカドですね。これはですね、40ページあります。これのですね、創刊号ですね、が、今あります。さて、今日のブログなんですけども、今日は、これだけで大きく結果が変わるというテーマでお届けいたします。ビジネスのですね、この現場でですね、原因と結果ですね、という言葉をよく耳にすると思います。この原因と結果なんですけども、辞書をこう引いてみますとですね、原因とはある物事やある状態、変化を引き起こす元になることをこう原因と言いますね。で、結果、これはですね、ある原因とか行為から生じた結末とか状態のことを言うわけですね。で、さらにですね、原因と結果をこう関連づけると因果関係という言葉になりますよね。この因果関係っていうんですけども、2つ以上のものの間に原因と結果の関係があるということですね。つまりですね、結果が良くても悪くてもですね、必ずその原因はありますよということなんですね。原因のない結果はないということです。そしてですね、ここ重要なんですけども、その原因が分かって、それを突き詰めていけばですね、結果を変えることが可能だという、これ考え方になりますよね。そして、このビジネスの世界ではですね、PDCA サイクルが大切だと盛んに言われています。皆さんもですね、PDCA サイクルって聞いたことあると思いますけども、まず P ですね。これはプラン。つまり、日本語で言うと計画ということになります。D は do、 これは実行。で、C は check、 これは評価ですね。で、最後の A は act、 これは改善という意味になります。要はですね、これ簡単なんです。まず計画を立てましょうと。で、その次に計画を実行しましょうと。で、3番目に実行した結果、これ評価しようと。いいのか悪いのか。で、4番目が評価を見て、分析して改善をしようと。そして再び最初に戻って改善して計画を立てようと。このサイクルですよね。PDCA サイクルとは。業績のですね、良い会社はこの PDCA サイクルがきちんと稼働していると言われてますよね。これはけどビジネスだけの話じゃなくてですね、スポーツの世界とかね、何でもいいと思うんですよね。例えば楽器もそうですし、すべてがこの PDCA サイクルがきちんと稼働している人とか会社、団体がやはりうまくいっているということですよね。さて皆さんの会社はいかがでしょうか。さて、 PDCA サイクルの中で、原因はじゃあどこに当たるかっていうと、アクトですよね。この改善に当たりますね。で、結果、これはチェック C ですね。この評価の部分に当たると思います。例えば、あなたがマーケティングセミナーの講師だとしましょう。今度開催するセミナーはですね、どんどん儲かる売上倍増セミナーというタイトル。こういうタイトルにしたとしましょう。で、このようなタイトルにした場合の参加者は、さて、どんな人が来るでしょうか。ですね、とにかく儲けたい人、売上を倍増したい人が参加する可能性が大ですね。ビジネスはお金儲けが全てだと思っている人が参加する可能性が高いということです。この場合、セミナータイトルが原因で、参加者の顔ぶれが結果ということになります。つまり、セミナータイトルを変えれば、参加者の顔ぶれも変わる可能性があるということですよね。さて、今日の超地域密着マーケティングのポイントです。さて、この原因と結果なんですけども、大きな間違いをすることがあります。それもですね、頻繁にこのようなことが起こるというんですね。これをこれから説明したいと思います。さらに困ったことにですね、本人が気づいていないことがほとんどなんですね。例えば、目が覚めたら気分が乗らない日があったとします。
私も当然あります。なかなかそんな日はですね、布団から出ることが、まあ億劫ですよね。この場合ですね、普通に考えたらこうなります。気分が乗らないのが原因で布団から出られないっていうのが結果ですよね。もう一回言いますね。気分が乗らないっていうのが原因で、その結果布団から出られないっていうことなんですね。しかしですね、よく考えてほしいんですけども、布団から出られないから気分が乗らないという考え方もあると思います。この場合ですね、布団から出られないというのが原因で、気分が乗らないというのが結果ということなんですね。さっきとは逆のパターンになりますよね。気分が乗らないから布団から出られない。で、もう一つは布団から出られないから気分が乗らない。これは原因と結果のこう入れ替えをしたということですね。前者はですね、気分が乗らないことを直さなければ布団から出られないということになります。しかし後者考えてみてください。布団から出れば気分が乗らないのが治るってことなんですね。あなたはどちらならできそうでしょうか。これはね、とても重要なことですよね。私は後者の方ならできそうです。布団から出ればいいだけなんですよね。しかし前者の場合、気分が乗らないことを治すっていうのは、これはかなりの難題だと思われます。さて、売れっ子営業コンサルタントのですね、横山信弘さんという方がいらっしゃいます。ですね、これですね、最近はですね、この脱会議というね、この本ですね、ヒットしてますよね。これが2冊目の確か著作ですね。1冊目は私も持っています。そしてこの横山さんなんですけども、先日 Facebook でですね、言い訳フレーズを逆転させるということをね、こう書いてらっしゃったんですね。これがですね、非常に参考になりました。つまり、原因と結果を逆転させることで、実現可能になることが多いんじゃないのっていう話なんですね。これは非常に参考になるので、横山さんのですね、この記事をですね、そのまま紹介させていただきたいと思います。部下がなかなか仕事を覚えないから仕事を任せられない。という考え方があります。しかし、この原因と結果を入れ替えてみましょう。仕事を任せるから部下は仕事を覚える。これ一理ありますよね。おそらくですね、部下がなかなか仕事を覚えないから仕事を任せられないって、これ永遠にそうだと思うんですよね。じゃあ2番目。役に立つ本がないから本を読まないっていう考え方。これまた原因と結果を入れ替えますね。本を読むから役に立つ本との出会いがある。なるほど、そうでしょう。で、3つ目。疲れているから運動ができない。これも原因と結果を入れ替えると、運動するから疲れない体が手に入る。なるほど。4番目。やりたいことが見つからないから行動ができない。これも原因と結果を入れ替えます。行動するからやりたいことが見つかる。確かに。で、最後はですね、感謝の気持ちがないのにありがとうは言えない。これも原因と結果を入れ替えます。ありがとうって言うから感謝の気持ちが湧き出てくると。そして横山さん、こんなことも言ってるんですね。やる意味がわからないから行動できない。という、これね、よく聞くと思うんですね。意味がわからない。なんでこの仕事をやんなきゃいけないの？なんでこういうことをやんなきゃいけないの？っていうね、意味がわからないから、なかなか動かないんだっていうね、説があります。しかしですね、これね、逆転させると面白いですね。行動してるとその意味が理解できてくる。ということですね。私、まさにその通りだと思うんですね。例えば人生もそうじゃないですか。目的など分からなくても生きてるじゃないですか、皆さん。で、一生懸命生きていれば少しずつ自分なりの目的もはっきりしてくるはずです。こんなね、言葉もあります。成功したから笑顔なんじゃないと。笑顔だから成功した。さらに、心が前向きだから言葉も前向きになるのじゃないと。言葉が前向きだから心も前向きになるんだと。さらに、ネタがないから毎日ブログを書けないんじゃなくて、毎日ブログを書くからネタができる。まあですね、この原因と結果をこのように入れ替えていくとですね、意外と簡単に実現できることっていっぱいあるような気がしませんか？ちょっとした考え方一つなんですけども、結果が大きく変わっちゃいます。もちろん、売上とか利益もね、原因と結果、これ入れ替えるっていうのは非常に大事かもしれません。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。